デイビッド・ウィリアム・ドナルド・キャメロンは、イギリスの元政治家、第75代イギリス首相、第20代保守党党首、デイビッド・キャメロン、デイビッド・キャメロンになっている場合もある。1966年10月9日に、ロンドンに誕生する。イートン校を卒業後、オックスフォード大学で、哲学、政治学、経済学を学び、一級優等学位を得て卒業した。 1988年より保守党調査部に勤務し、サッチャーとメージャー両政権で政策資料の作成に従事する。また、ジョン・メジャー政権の財務大臣であった、ノーマン・ラモントのスピーチライターを務めた。その後、1994年から2001年まで、イギリスの大手メディアであるカールトンに勤務した。2001年の庶民院議員総選挙では、 オックスフォードシャアのウィットニー選挙区に保守党から出馬して初当選した。そして2005年の庶民委員議員総選挙で再選した。庶民委員議員再選後は影の内閣の教育、技能省を務めていたが2005年12月の保守党、党首選挙に若手による改革を唱えて出馬する。当初、キャメロンの当選は有力視されていなかったが人気歌手だった。 ニールセダカを彷彿とさせる39歳の若さや、爽やかな弁舌が支持を集め、党内の実力者で影の内務大臣だったデイビッド・デイビスらを破り、第26代保守党党首に選出される、ウィリアム・ピット以来の最も議員経験の少ない党首であった。就任後は右寄りに傾きつつあった保守党を中道寄りに修正し、 長期政権への倦怠感から不人気に陥った、ブラウン労働党政権を上回る支持率を獲得。補欠選挙や地方選挙で快進撃を続け、保守党の統制回復に成功する。2010年5月の庶民委員総選挙では、労働党を上回る議席を獲得し、第1党の座を奪還するも過半数は獲得できなかったため、第3党の自由民主党に対し、 連立政権の樹立を呼びかける。5月11日、ゴードン・ブラウン首相の退陣を受け、保守、自由民主両党による連立政権の樹立に合意した上で、首相に任命された。首相就任時の年齢は43歳7ヶ月であり、1812年の第2代リバプール伯爵ロバート・バンクス・ジェンキンソン以来、最も若い首相である。就任後、 連立政権のパートナーである自由民主党のニック・クレックを副首相及び数密委員議長に起用し5月12日に戦後初の連立内閣である第一次キャメロン内閣を発足させた内閣発足直後の5月29日財務省主席担当官のデイビッド・ローズが交際相手の男性が所有する住宅を曲がりし 賃料4万ポンド以上を議員経費の名目で不正に受け取っていた責任を取り辞任するスキャンダルに見舞われた。6月15日、北アイルランドで1972年に発生した地の日曜日事件について、1998年以来、イギリス政府が続けてきた調査報告書の提出を受け、イギリス政府の非を認め謝罪。10月、財政赤字解消のため、 第二次世界大戦後最大規模の歳出削減案を発表。実行された場合、公務員49万人が失業し、軍事費の大幅な削減が見込まれる。専門家によれば、この軍事費の削減により、今後イラク戦争規模の軍事行動参加は不可能になる見通し。2012年4月10日には日本を訪問。野田義彦内閣総理大臣と会談し、 日英で防衛装備品の共同開発を進める方向で合意した。2013年2月にインドを訪問した際には、イギリスがインドを植民地化に置いていた1919 19年4月に、イギリス植民地軍が起こしたアムリットサルにおける虐殺について遺憾の意を表したが、明確に謝罪しなかったために、世界中から批判を受けた。2014年9月13日、 イスラム教スンナ派の過激派組織アイスセルが英国籍の男性を殺害する映像をインターネット上で公開。自身のツイッターで悪魔の諸行だ。殺害犯を追い詰め裁判を受けさせるために全力を挙げると書き込み怒りをあらわにした。2015年に行われた総選挙では保守党と労働党の支持率は拮抗し地域政党や右翼政党なども 一定の支持を得るなどしていたため、二大政党のどちらかによる単独政権は困難との予想が大半だったが、予想外にも保守党が単独過半数を獲得し、首相を続投することになった。選挙戦では、首相に再任された場合、EU 離脱の是非を問う国民投票を行うことを公約していた。2016年6月23日に執行された。 イギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票において欧州連合離脱支持票が半数を超えた結果を受けて明確な結果が出た以上私が指導者であることは適切でないとしてイギリス首相を辞する意思を表明公認の党首にテリーザ・メイが選出されたことを受け7月13日に首相を退任したキャメロンは9月12日 会議員を辞職し政界を引退すると発表した。前首相が居続けることで政権の邪魔になってはいけないと辞職の理由を語っている。2016年10月、キャメロンは国立市民サービスの会長パトロンとなった。2017年1月、キャメロンは英国アルツハイマー研究財団の理事長となり、認知症に対する誤解への解消と、 医学研究資金を募集するキャンペーンを行った。首相引退後のポスト就任には、英国政府諮問委員会の承認を受ける必要がある。委員会は、上記の2つのポストに加えて、以下の役職も承認した。日本の国連安全保障理事会常任理事国入りを支持している。2013年、英国が EU に止まることを国民に説得するために、 キャメロンは欧州連合から情報を引き出し、英国の EU における新たな地位を確保すると発表した。2015年には保守党の選挙公約として、2017年の終わりまでに EU 離脱の是非を問う国民投票を行うことを掲げた。2016年2月20日に EU と新たな合意に至ったのを受けて、同年6月23日に英国の EU 離脱の是非を問う。 国民投票が行われることが決定した。実はキャメロンは国民投票が行われる数日前にドイツ首相アンゲラ・メルケルに対してたとえ EU 離脱派が敗北したとしても英国への EU 移民を制限するよう要請していた。EU 側も英国に対して移民問題で譲歩する姿勢を示す計画であったがその計画は実行されなかった。 移民問題についての EU 側の情報が EU 残留派の弱点だと思われることを恐れたためである。国民投票の結果は僅差による EU 残留派の敗北、EU 離脱派の勝利であった。政権の基幹政策が国民投票によって否定されたことを重く見た。キャメロンは翌24日10月に開かれる保守党党大会で退陣することを明らかにした。 しかし党首選挙で決選投票に残ったアンドレアレッドサムが7月11日に選挙からの撤退を表明しテリーザ・メイ内務大臣の当選次期首相就任が確定したため予定より早い7月13日に保守党党首及び英国首相職を退任した2016年に公表された国連のレポートでは社会保障費削減で若年層女性障害者 民族的マイノリティが他と比べて大きく影響を受けていることに懸念が示されていた。その国連のレポートによれば最低賃金時給7.2ポンドでも十分ではないのであり、英国政府はパートタイムワークや0時間契約を減らすように努めるべきであるという。国連の経済的、社会的及び文化的権利委員会はキャメロン政権の6年にわたる 緊縮財政で英国の所得格差が上昇していることに懸念を示した。委員会はベッドルームタックスやユニバーサルクレジットのような逆進性のある政策は人権についての国際法に違反していると述べ、また、付加価値税増税と法人税、相続税の減税で貧困層が富裕層よりも税負担が大きくなっている事実にも言及し、 英国政府はより社会的に公正な税制にするよう勧告した。厳しい禁縮財政を批判されながらも、リーマンショック後の不景気からは、比較的早い回復を果たし、グレートブリテン解体の危機と言われた2014年、スコットランド独立住民投票も過労じて乗り切り、2015年の総選挙では予想外の勝利で保守党を単独政権に導くなど、 保守党の首相としては一定の評価を得つつあった。しかしその評価は、自ら招いた2016年の EU 離脱国民投票と、その敗北で地に落ちることになった。英国戦後史を専攻する82人の研究者の評価では、キャメロンは、戦後の英国の首相の中では、スエズ危機で退任したアンソニー・イーデン、短命で、さしたる成果のないまま終わったダグラス・ヒュームに次ぐ、 低い評価となった。パナマ文書をめぐり、キャメロンに隕石辞任を求める人々過去には、キャメロンが、租税回避地を使った脱税は許さないと発言していたことから、言動不一致のキャメロンの人気は急落し、政党支持率も労働党党首、ジェレミー公ンを下回った。イギリスの欧州連合離脱是非を問う、国民投票をめぐる議論でも、 EU 残留派であるキャメロンの求心力が弱まったことで当時のロンドン市長ボリス・ジョンソン率いる EU 離脱派の勢いが強まった。2014年9月18日、スコットランド独立の住民投票が行われたが英国政府側が自治権拡大を約束したことなどが走行し、結果的に独立は否決された。しかし、一時は 賛否が喫行した状態となり祖国分裂への危機感が高まっていたため、キャメロンは9月15日にスコットランドを訪問し、次のような感情的な演説を行った。しかし、分裂回避の直後の演説でキャメロンは、権限を異常するもののそれは、英国全体で中央から地方に権限を異常するということであり、スコットランドだけを特別扱いしないという趣旨の演説を行い、 スコットランド住民からは、独立を阻止するために行われた約束だから、守られないのではといった声が上がった。2016年6月23日、イギリスの欧州連合離脱をめぐる国民投票は、政府目標であった移民10万人の水準を大幅に上回る33万3000人の移民が2015年中に流入していたことが明らかになったことで、キャメロンの思惑とは異なり、 欧州連合残留派は優位を失っていった。2016年5月27日の伊勢島サミットにおいても、キャメロンはこの話題に神経を尖らせており、元側近が首相は密かに離脱を支持しているなどと語ったことについて G7 後の記者会見で私が隠れた離脱支持者だったことは決してないと否定した。ありがとうございます。